好きなフレーズ、あんまりもうなんか自分の言語みたいな感じなので特に好きなフレーズとかはないかもしれないですけど、まあ、強いて言うならばバモスですかね。久保建英です。これが僕の最初と最後です。最初にチャンピオンズリーグで見たのはもしかしたら、どっちだろう、本田圭佑選手ですかね。中村俊輔選手は僕は見たわけではないので後からフリーキックとかで見たことありますけど、多分本田圭佑選手だと思います。よですかね。最後に帰国したのは6月のシーズン終了後に日本代表の合宿があったので日本に6月に帰国しましたね。幼少期の憧れだったのはロナウジーニョ選手とメッシ選手ですね。ロナウジーニョ選手は僕が多分初めて買ってもらったユニフォームがミランのロナウジーニョ選手だったので、あとメッシ選手は、まあ、シンプルにすごかったからですね。東京オリンピックですかね、まあ、いろいろあって試合に負けたのとかあってって感じですね。映画か、最後に見た映画はアベンジャーズですかね。好きな映画、湯を沸かすほどの熱い愛です。相手をリスペクトすることだと思います。僕のキャリアというかそもそも僕がサッカーを始めるっていうきっかけを作ってくれたのが両親だと思うので、僕の今までのキャリアの、まあ、99% は両親のおかげだなと思います。久保建英です。これが僕の最初と最後でした。